主、この基地によくぞ参じたの。はぐれ忍びも捨てたものではないが、わしは若様も九郎様を救わねばならん。そうせねば一心様に申し訳が立たぬ。共に参れ。先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。私は恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。
衆、母上、少女よ、みんなどこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お蝶殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さてやろうか、せがれ殿。あるじゃないか、せがれ殿。
のためそなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは己のうちに留めておくもんじゃ。武士殿はそこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎、何を備えようとも、それしか見え。一面の、足名を焼き尽くすような、炎。それは。この話は、しまいじゃ。酒を持ってきた。もらうとしよう。口に合わぬか。いや、うまい。続くのよ。その左腕か。ええ、この酒を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。切ってくださったのじゃ。飲まれかけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅。まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影にな。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を恐れる、そういうお達しじゃ。お達しね、変わっちまったな。足名の戦も